1> 第1次、コンゴ戦争は、ザイールで1996年11月から1997年5月にかけて行われた戦争。ザイールを32年間にわたり統治したモブツセセセコ政権が打倒され、ザイールは今後民主共和国として再編された。戦争自体は、ザイールの国内情勢から生じたものであったが、実際には、隣国のルワンダで、 ルワンダ虐殺に橋を発した大古地域の難民危機と密接にリンクしたものであった。それぞれの思惑から、ルワンダ、ウガンダ、アンゴラブルンジーなど周辺諸国が介入し、特にルワンダは反モブツ勢力に対して工作を行うなど積極的に関与した。ウバンディ族出身のモブツ大統領は、冷戦期にアメリカ合衆国の支援によって1965年よりその座にあった。 だが、政権下でザイル共和国は衰退し、国内総生産は、この戦争の結果によって退陣する1997年までの32年間で65%もの減少を見た。冷戦終結とともに、アフリカの指導者の交代を望んだアメリカ合衆国は、支援を打ち切り、またアフリカに広がった民主化の流れは、内外からの圧力として、ザイールにも及んだ。 モブツは一党独裁制の終了を公約としたものの、大規模な改革は望まず、内外の支持者の離反を招くことになった。ザイールは衰退を続け、経済システムへの不信から、国民は闇経済に依存して、生計を立てるありさまであった。その上、ザイール軍は、組織維持のために国民を敵とせざるを得ない状況に追い込まれていた。中央政府は弱体化し、 モブツ政権に対する内部からの抵抗もあって、反政府主義者は、金社さからは、距離のあるザイール東部で、勢力確立が可能となっていた。パトリスルムウンバを支持していた、左翼勢力を含む、反政府主義者はまた、金社さからの支配に抵抗する、民族的、地域的少数者でもあった。最終的にこの戦争に勝利したカタンガ州出身の、ルバ族であるローラン・カビラもまた、 その一人であった。他国の支援もあって東部における反政府運動は、モブツ政権による統制がもはや不可能となりつつあった。東部の民族間の緊張は数世紀にわたって続いていた。加えて、土の一部は東部の原住民でもあり、今後自由国設立以前の1880年代には、すでに移住していたが、さらにベルギーの植民地となった1908年以降、 労働者として強制移住の対象ともなっていた。これに加えて、1959年に万成節の騒乱によって、フッツがルワンダで優勢となって以降に新たに流入していた。今後共和国として独立を果たす1960年までに流入した土はバニャムレンゲとされ市民権を与えられた。独立後の流入者はバニャルワンダとして知られたが、 ザイールにおいて両者はしばしば区別されず、バニャルワンだと同様に、バニャムレンゲも、また外国人として考えられていた。1965年のモブツ政権樹立後、少数民族であるバニャムレンゲを優遇することでより、多数派の民族による反政府活動を抑え、東部支配の礎へとすることを目論んだ。これは、民族間の緊張を悪化させるものであり、 様々な機会にそれは露呈していた。1963年から1966年にかけて北紀部州でフンデ語及びナンデ語を使用する複数の民族がルワンダから流入した普通土の双方と戦ったルワンダ人戦争でいくつかの虐殺が発生した。1981年には市民権の制限が行われ、 バニャムレンゲ及びバニャルワンダの市民権とすべての賛成権が抹消された。政治的な排除と民族間の暴力により、1991年、初頭にバニャムレンゲは、ウガンダを拠点とする土を中心とした反政府組織、ルワンダ愛国戦線との連携を構築した。1993年から1996年に、 かけては、踏んで、なんで、ニャンガの若者がバニャムレンゲを襲撃することが状態となり、1万4千人が死亡していた。1995年ザイール国会は、バニャムレンゲを含むルワンダ及び、ブルンジにルーツを持つすべての人々の総監を決定した。ルワンダ難民のキャンプ第一時、今後戦争の引き金となったのは1994年のルワンダ虐殺である。これにより、 大量の難民が発生した。100日に及ぶ虐殺により、数十万の土と、普通温健派が、二日激派により虐殺された。この虐殺は、木狩りの普通政権が、ルワンダ愛国戦線によって打倒されるまで続いた。ルワンダからの難民150万人が、ザイ,イル東部に流入した。この難民の中には、フっによる虐殺を逃れた者も、 ルワンダ愛国戦線による報復を恐れた者もいた。特に後者は、虐殺者であり元ルワンダ軍の部隊や、インテラハムウェイとして知られる、フッツ系過激派民兵組織であった。ザイール東部にキャンプを設け、ルワンダから流入してきた、土難民、バニャムレンゲ、バニャルワンダの区別なく襲撃した。これにより1996年前半で、約100人の死者が出ている。さらに、 ルワンダの新政府を打倒し帰還することを目標とした新たな民兵が加わった。これは誕生したばかりのルワンダ新政府にとって深刻な危機を意味していた。前出の理由により、モブツ政権が元虐殺者を制御できなかったどころか、ルワンダ侵攻のための訓練や物的支援まで行っていたことがルワンダによる介入を招くことになった。 1996年のザイール緊張撃化とザイ,イル政府が東部の統制を失ったことから虐殺者が逃亡したザイ,イル東部に対してルアンダが行動を開始した。ルアンダ政府はザイ,イルでの活動のために1995年に民兵組織を編成、バニャムレンへの反乱の口火となった1996年8月31日の ルワンダの土とザイールの特殊部隊の交戦に続いて行動を開始した。ザイール東部の不安定な社会情勢は存在していたものの、この反乱は一般的な反乱とは異なり、ルワンダ国防軍がザイールの土を雇って先導したものであった。バニャムレンゲの反乱の初期目標は、キブ州のダッシュと虐殺を続ける二日撃破との戦闘であった。だが、反乱軍が 土の支配下にある期間は長いものではなかった。これは、モブツの過酷で、独善的な政権が、ザイールのあらゆるところで敵を作っていたことによる、ものであった。その結果、反乱軍は広範な民衆の支援を得て、バニャムレンゲの反乱から全国的な革命運動へと変質したのである。バニャムレンゲの部隊は土以外の民兵と合流し、今後ザイール解放民主勢力連合が、 ローランカビラを指導者として誕生した。ローランカビラは長年反政府運動を行ってきた人物であり、アフデルの元となった3組織の一つの長であった。表向きはザイールの反乱であったが、ルワンダはその編成に主要な役割を果たしていた。戦争オブザーバーはルワンダ国防省と副大統領であり、ポール鏡はアフデルは木狩りから指揮、編成し、 ルワンダで訓練した部隊ばかりか、ルワンダ国防軍の軍人も加わっていたと主張している。鏡自身をはじめとする熟練したオブザーバーによって、ルワンダは外国勢力としては第一次、今後戦争において最大の役割を担うことになった。ヒガリはアフリルの根拠地として部隊を編成すると,とともに、ルワンダ軍自体もまた派兵された。 元来急激に悪化したザイールを拠点とする虐殺者に対する国防上の目的によるものであったが複数の目的を侵攻により達成しようとしていた。第1はザイールからルワンダ新政府に対して攻撃を行う虐殺者の制圧である。カガメはルワンダの諜報員がモブツ政権の支援により虐殺者がルワンダへ侵攻する計画を明確にしたと主張した。 これに応じて、虐殺者のものである難民キャンプを解体し、ルワンダの敵となる部隊を撃破するための介入とした。第二の目標は、カガメの目標であり、世界的にも正しいとされるであろう、モブツ政権の打倒である。これは、ザイール東部からの脅威を最小化するものであり、近所さに、傀来政権を打ち立てる機会を得るものでもあった。この目標は、表向きは、 ルワンダの安全保障のためであり、なおかつ多数の国が、モブツ政権に対して敵対的であったため、他国に対する脅威ではなかった。国際的には、ルワンダには、アフリカの新世代の指導者であるカガメに対するアメリカ、合衆国の暗黙の指示があるとみなされていた。しかし、ルワンダの真意は、不明瞭であった。何人かは、キャンプの解体に続いて、 国籍を問わず土をルワンダに強制送還したことから難民キャンプの解体は虐殺によって枯渇したルワンダの労働力確保の目的があったことを指摘している。介入の動機には幾分かは報復の意味合いがある。ルワンダ軍とアフディルは共に2つの難民キャンプで知られているだけでも数回の虐殺を行っている。一般に指摘される要因としては 木がりに新政府を樹立したばかりのルワンダ愛国戦線が土国家の守護者であり、ザイールの同胞に対してもその一部であると自らをみなしたことがある。別の可能性としてルワンダがザイール東部を保守した可能性がある。1994年から2000年まで大統領を務めたパストゥール・ビジムングはアメリカ合衆国の中ルワンダ大使ロバート・グリビンに 大ルワンダ構想を語ったことがある。これは古代ルワンダがザイル東部を領有しており、この地域がルワンダ領になるべきとするものであった。ただし、ルワンダが現実的な領土要求を行ったことはない。今後の紛争の歴史において、しばしば資源の違法取得が行われてきており、ルワンダもまた略奪により富を得てきたが、この目的はルワンダの動機としては、 大半の人々に否定されている。ルワンダ愛国戦線の同盟者であるウガンダは、第一次、今後戦争においても主要な役割を担った。大統領ヨエリムセベニは、ルワンダ愛国戦線が政権ラッ時に共闘したこともあって、ウガンダを司令部として使用することを許している。ルワンダ愛国戦線は、1994年には、虐殺を行うの政権に対する攻撃を、 ウガンダから行っている。この歴史的な同盟関係により、ルワンダとウガンダは緊密な同盟関係を保ち、ヨーエリムセベニは、ポールカガメと第一次、コンゴ戦争を通じて共闘した。ウガンダ兵は、この戦争を通じて、ザイールに展開し、ポールカガメの計画に沿い、また直接的にも、コンゴザイール解放民主勢力連合を支援した。例えば、 コンゴザイール解放民主勢力連合のジェームス・カバレ・ベチューサは元はウガンダの国民抵抗軍の一員でありフランス対外治安総局とベルギー国家保安局は1万5000人のウガンダ国籍の土が訓練されコンゴザイール解放民主勢力連合と共に戦ったと報告している。しかしルワンダに対する全面的な支援を行ったわけではなかった。これは モブツ政権の打倒よりも元虐殺者が活動している東部に反乱軍を止めておきたかったためであると報告されている。アンゴラは1997年に入るまでは傍観者に止まっていたが反乱軍の造成に伴い急遽参戦した。ザイールから脱出した警察を母体とするカタンガ憲兵隊チグレスを第一に投入した。アンゴラ政府は通常の部隊もまた展開させた。 アンゴラは、モブツ政権の幾人かが、反政府組織アンゴラ全面独立民族同盟に、対して、補給を行っていることから、第一次、今後戦争に関与することを選択した面もある。私服を肥やす目的を除いては、モブツ政権と UNITA の関係に、いかなる利点があるのかは定かではないが、確かなことはモブツが、側近の行動すら制御できていないことであった。 近社差の意図がどこにあったにせよ、アンゴラは反政府側に立って参戦することになり、脅威となるザイールと UNITA の関係を断ち切るべく、モブツ政権の崩壊を目的とすることになった。モブツ政権と連合したことにより、アンゴラ全面独立民族同盟は第一次、コンゴ戦争に参戦した。これは、アンゴラ政府が反政府側に立って参戦するという、 大きな影響をもたらした可能性がある。しかし、UNITA は、ザイール軍とともに少なくとも数回の戦闘を行っている。他の事例として、ポールカガメが、ルワンダ軍が戦争終結まで、金ンシャザ近郊で UNITA と激戦を繰り広げたと主張している。上記の主要勢力以外にも、数多くの勢力が、第一次、今後戦争に関与している。 ピエール・ブヨヤによる政権が確立したばかりのブルンジは、ルワンダ、ウガンダ両国を支援したが、限定的な軍事的支援にとどまったザンビアとジンバブエは、反政府側に軍事物資の供給を行った。エリトリア、エチオピアと南スーダンの反政府勢力スーダン人民解放軍は、反政府側への資金援助、または支持の表明にとどまった。 アンゴラ全面独立民族同盟以外のモブズ政権への支援はモブズがスーダン人民解放軍への対抗を支援してきたスーダンによるものであったがその物量は不明であり敵勢力の進撃を阻止するに足るものではなかったまた政府側はアフリカ及びヨーロッパからの傭兵を雇用していた1996年12月25日にはルワンダとウガンダの支援により 今後ザイール解放民主勢力連合は、ルワンダ、ウガンダ、ブルムジとの国境地帯に 800X100km の領域を確保していた。この占領地域は、政府軍に対して、東部を根拠地とする反乱軍にとっては当面の目標を達成した形となった。また、外国勢力にとっては、虐殺者によるザイールからの攻撃能力を奪うことにもなった。 干渉地帯の確保により、反乱軍の攻勢は中断し、アンモラが参戦する1997年2月まで、この状況は続いた。この間にルワンダは、虐殺者の根拠地として使われていた難民キャンプを解体し、土をルワンダに強制送還した。この過程でルワンダと、その同盟軍は、2つの難民キャンプに対するものを中心とする複数の残虐行為に加担している。 どの程度行われたかの真相は明らかになっていない。これは、アフリルとルワンダ愛国戦線が報道と NGO による残虐行為が行われているであろう、地域への接近を慎重に制御したためである。とはいえ、アムネスティ・インターナショナルはルワンダから逃れてきた普通難民20万人が虐殺されたと主張している。1997年に2つの要因によって、 判断が再開した。一つは、ほぼ確実であるが、アンゴラの参戦である。これにより、政府側の戦力を上回ることになり、軍事力による勝利が現実的なものとなった。また、UNITA とモブツ政権の関わりを断つ、必要があったアンゴラは、モブツ政権を軍事力で打倒することを求めていた。鏡はもう一つの要因を指摘している。 セルビア人に傭兵隊が割り彼で戦闘したことが、モブツ政権がルワンダに対して、本格的な戦争を仕掛ける意図を示すものとするもので、ある。この論理に従えば、ルワンダは、当初のザイール東部の脅威を除くだけでは足りず、モブツ政権を打倒する必要があることになる。反乱軍は進撃中、国際社会に、停戦の仲介を求めていた。しかし、アフリルは、 停戦交渉に本腰を入れることはなく、進撃に対する国際社会からの非難を交わし、望まぬ停戦を避けるために交渉していた。ザイール軍は弱体化しており、強大なアフディルとその支援者に対して有効な抵抗を行うことはできなかった。4月中アフディルは川沿いに進撃し、5月には近車差近郊に至った。16日に停戦交渉が決裂すると、 同日の戦闘で、金社サ南東にある、ルブンバシ国際空港を確保し、モブツは18日に出国した。9月7日、モロッコで、モブツが死去し、同日ローラン・カビラは大統領を称した。直ちに暴力行為の停止と秩序の回復が指示された。後にザイールは、コンゴ民主共和国として再編された。ローラン・カビラ指導下の今後民主共和国は、 モブツ政権同様に失望を招いた。経済は深刻な後廃状態であり、新政府の腐敗した支配下でより悪化していた。さらに、カビラは政府の改革にも失敗、弱体化と腐敗は続いていた。その代わりに中央集権化を勢力的に進め、自治を求める東部の少数民族との間に新たな紛争が発生していた。カビラは、 他国の区別と見られるようになっていた。この印象を払拭し、国民の支持を得るために、かつての同盟国と手を切ることになった。その最たるものが、1998年7月26日の他国軍の撤退要求である。ルワンダを筆頭に、傀儡政権の樹立を望み国内に泊まっていた。各国軍はしぶしぶながら欧奪した。第一次、今後戦争を引き起こした。 いくつかの要因はカビラ政権になっても残っていた。東部の民族間の緊張は高まったままであり、政府による干渉の余地は小さかった。歴史的な敵意は残存し、バニャムレンゲヒーテはべての土は外国人であり、他国による占領状態を強化することで彼ら自身を守っているとする主張もあった。さらに、ルワンダにとっては防衛上の関心を満たす状況では、 なかった。強制的に相関した難民は、ルワンダ国内に紛争を持ち込む結果となった。旧来の支配階層であったルワンダ西部地方の普ツの反乱が、今後民主共和国東部の過激派の支援を受けていたことを、ルワンダ政府自身が証明する形になったのである。今後民主共和国に駐留する部隊を隠るワンダには、内乱を抑える術はなかった。 1998年8月20日、コンゴ民主共和国のニコ旅団が反乱を起こした。反乱軍は、ルワンダとウガンダの両国と深い結びつきを持っていた。第二次、コンゴ戦争の始まりである。ありがとうございます。